桶狭間古戦場伝説地、し、あと桶狭間古戦場場所はもうざっくり庭園になってる感じかな。ちょっと見て回ろう。本当に庭園って感じだね。よいしょよいしょ。まあ安定の人はいないね。さてやってきました、桶狭間の古戦場跡地。今回はかっちゃん不在で無意だけでお送りしておりますっていうのも、かっちゃんが基本的にね、もう戦国系はね乗り気ではないと、しんどいんだって400年分遡るのが。でまあこうやってね無意一人で来ているわけです。で我々の動画だとお昼のこうやって探索して夜の探索っていうね流れになるんだけど、ここに関してはねちょっとねかっちゃん連れてくるのがそもそもはばかられる理由が何個かありまして姉川の戦いの動画の時に無意間違ったことを普通にペラペラ喋ってるわけですよ。でそれの反省点を生かして、その前もってこういうどこどこの場所を行こうっていう時はもう調べてちゃんと間違ったことは言わないでおこうっていうことをね意識して、もうこの桶狭間の場所もやる撮影するかって思った時に調べたんですよ。調べた結果何もわからないっていうことが分かって、カラスがうるさいって桶狭間古戦場跡、ここにちょっと書いてあるんだけど、その桶狭間の戦いは今川義元と織田信長の決戦の場所やね。今川義元、どこから喋ればいいんだこれは。ちょっと待って。まあいいや、この桶狭間の戦いが始まった経歴から喋っていこうか。桶狭間の戦いは、調べる前は、無意は、今川義元っていう、京の都まで、将軍家に会いに行くみたいなプランで、この桶狭間の道を通って、静岡から京都まで行くプランだと思っていたの。で、途中で、信長さんとこうやってね、向かい合う形になって敗北したみたいな流れだと思ってたんだけど、それもまた全然違くって、そもそも、この将軍家に会いに行くっていう基本的に今で言う天皇みたいな人に、わざわざ会いに行って、あなたにお力添えしますからあなたの権力ちょっと振りかざさせてくださいみたいなことを頼みに行くわけですよ。でっていうことは将軍家に会いに行くっていうことは相応の準備がいるわけじゃない。結局お偉い様に会いに行くわけだから。なのにいざ調べてみたら今川さんは将軍家、要は京の都に行くためのアポイントを全然取っていなくって、道中までの安全もこうやって信長さんと戦っちゃうぐらいには確保してないわけだよ。改めて思うとあれって思うよね。
その、まあ、信長さんがねもともと敵対的だったっていうのはそもそも置いといて、そうしたらこの写真わかるかな、この大体こっちもっと静岡の方になるんだけど、で静岡から刈谷の方までぐーっと来て、ここのお城とどこだ、大垣城か、確かこの辺りがね、ここが当時なんていうの、もともとは今川さんがなんていうの支配下にあったんだけど、今は信長さんみたいなことになってて、その領地を取り返しに来たんじゃないか説の方がねよっぽど強いんだよね。でも思った以上に公園公園してるな、なんていうか。でここその結局死者が2500人ぐらい出たとは言うんだけど、あの一番の問題は桶狭間って今川さんがそもそもここに来た理由もわからんし、その相手2万5000こちら5000の兵力で信長さんがどうやって勝てたのかっていうのも当時の資料がなくって分かってなくって、細かいことところがどうやって実際勝ったみたいな、奇襲で勝ったみたいなことは言われてるけど、全然その奇襲のことも細かく書いてないしみたいな。で一番の問題が、あの今ここね桶狭間古戦場、あとじゃないわ古戦場伝説みたいなことが書いてある場所に来たんだけど、ここで戦ったかどうかも怪しいのよ。読めるかな、お化け地蔵、地元には亡霊が現れる話が伝えられていたが、この地蔵村の建設により現れなくなったという、現れなくなってますね。ダメだって、もうこうなってくるとさ、ていうか割と人通り多いね、ここ一人でベラベラ喋ってるのクソ恥ずかしいんだけど。そう、あの本当に戦ったかどうかわからない、多分この辺りでその大々的になんていうの広い範囲で戦ってるっていうから、ここも範囲の一つではあったかもしれないんだけどっていう感じなんだよね。そんな、なんていうかここがピンポイント、あの関ヶ原みたいにピンポイントでここだよみたいな資料がないから、だからまあ改めてなんていうの、俺一人でとりあえず来るかみたいな、車通り多いし人通り多いしはずいな。でも本当にさ、周り民家だしさ、このこっち側で反対側車走ってんじゃん、夜撮影来なくてこれ正解じゃないかな、なんか明かりもつけれん感じになりそうだけど、っていうかあれだね、あのここってその桶狭間の戦い自体は信長さんがその今川義元っていう当時静岡あたりを支配してた大すごい大名を相手に弱小の織田が勝ったって言って、そこから信長さんの快進撃が始まる、そのなんていうかスタート地点なわけですよ、物語の。なのにここの扱いはなんかあれだね、なんかそういう観光名所もなく、こんななんていうの庭園というかそういうのになってるだけで、あのいちや城ってわかるかな、豊臣秀吉がその信長の部下をやってる時のその出世する理由になったお城なんだけど、あっちはまあまあ観光スポット化してるのよ。あのまあお城っていう分かりやすい、なんていうの目的場所もあることだしね、まあ観光スポット化しやすいんだろうなっていうのはあるんだけど、それと比べるとな、どうもこの古戦場跡系は、あの関ヶ原もそうだけど、物建てるわけにもいかないっていうのもあるんだろうけど、観光スポット化が弱いね。
ちの方をちらっと見るべきなのかな。一応このなんていうの全体図で今ここね現在地ここにいて、でこっちの方にもそのさっき言ったお化け地蔵だったりなんかいろいろあるんだけど、長川上総介吉本戦死場所、あ一応あるっちゃあるんだ、これのここの、うんうん、あれか、七石標一号碑、桶狭間の戦いで今川義元の戦死した場所を示す最も古いものである。で、霊感ある人何か感じますか。もともと霊感ないから俺の場合はさ、ただの観光にしかならないんだけど、それでもこのなんていうの観光としてもこの狭さでさ、さあ帰るぞとはなんていうのテンションならないよもう。はい、というわけで桶狭間の戦いの場所に戦い屋とか来てみました。古戦場跡とびっくりするぐらい公園だわ、ただの戦国好きだったりさ、こういう古戦場巡りしたいって思ってる人は関ヶ原だけでいいよ、うん、同じ戦国好きがいいわ、関ヶ原だけでいい、マジでなんもねえ。関ヶ原の方は石田三成の陣構えた場所のそばに一応お土産屋さんとかもあったりするから、ちっちゃいけど公民館をなんか一部お土産コーナーにしましたみたいな場所だけど、それでもまだなんていうのそっちの方が有意義だと思う。結局関ヶ原の戦いって戦国のオールスターじゃん、いろんな武将が出てくる。だからね、関ヶ原だけでいいと思う。はい、というわけで帰るか。しんど。2時間かけてなんやねんこれ。マジか。